はい、本日のワンポイントアドバイス、千利休の本名は田中義郎らしいです。千利休になりたい方は田中義郎に改名してみたらいかがでしょうか。いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。ロラのコラを使って、ガチのね、アサリをやっていきたいと思います。腕前は S クラスですね。はい、やっとこう4か3に上がりましたね。はい、さすがにローラー舐めすぎな。うん、俺もシューター舐めすぎてたけどな。しっかりビーコンが植えてあるので、こっちはしっかりと復活できると。味方が1枚2枚やられました。2枚やられちゃったか。やり、なんで2段重ねやね、マジでやばいな。これ結構まずいよね。でもあんまりアサリ溜まってないから、しっかりここ防いでいけば大丈夫だと思う。いや、下手くそすぎる、マジでやばい。カーボン強えな。頼む。まあ帰ったからいいでしょ。カーボンうぜえな。でしっかり盛り返していってるんで、盛り盛りの盛りでいってるんで。あー、さすがにそれ行き過ぎだろ。やり、カーボンやんのがマジでこっちの至上命題だから。味方が多分おそらくカーボンにやられてるんで、しっかりカーボンをやることが俺の役目っていう感じですよね。やばい、早くお盆来ねえかな、マジで。どう、みんな。でもさ、なんかこう、今俺を一番さ、人生で危惧してるのがさ、今お盆をさ、楽しみに生きてるじゃないですか。だからこう耐えれてる。ある程度耐えれてるっていう感じなんですけど、今ひたくそすぎ。なんですけど、これお盆、さ、まではいいんだよ。で、お盆も当然いい。ただ、これお盆終わった後、絶望しかないと思うんだよね。マジ怖くて、人生。多分辛いんだろうなぁと思って。とりあえずカーボン、ひたすらやる。よし、危ねぇ。もうねー、お盆始まる前から辛いんですよね、もう。お盆終わったこと考えて。どう、みんな。楽しみ、お盆。なんだよ、これ。全然終わんねえじゃん。この拮抗した試合取りたいな、マジで、絶対に。絶対にだ。カムサムにだ。絶対にだ。ダメ、赤。射程で叶わんから。まあね、このちょっとずつこの置いてるビーコンがじわじわ来てくれればいいなって思ってんだけど、やば、ちょっとずつじわじわ来てくれりゃいいなと思ってんだけど、あれ、うぜえ、危なっ。こいつ無視するべきだったかな、今の。あー、もうやばい。いるぞ、そこにいるぞ、マジで。くっそ、これいいんじゃね。どうなんだろうね、みんな楽しみにしてるのかな。結構ね、予定はあるんですよね。海行って久しぶりに遊園地も行って、で、プールじゃない、海、あ、うち海に2回行ったな、今。疲れてんな。あとね、何に行くんだっけな。あとは、まあ、墓参り楽しみってことはないけど、墓参り行って、で、あとは、あとは、
下手くそすぎるよもう。あとはなんやかんやしますね。はい、みんなの予定を書いてくれたら、まあ仕事って方もいるかな。あんまり浮かれすぎてしまうのは良くない、良くないのかもしれない。 OK OK。 はい、お疲れ。 OK 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 OK。 最後落ち着いてさ、しっかりこう腕前上がった一発目を勝っていくと、こうなんかいきなり負けると自利品になっちゃうんで、もうしっかりこう最初のこの5勝をしっかり勝っていきたい。なんか全然もう話がまとまらんかったな。とりあえずお盆終わった後の仕事を予想してすごい憂鬱になってるってことですね。同じ人いたら高評価登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。あ、コメントたくさんついてたんで次の動画でコメント返します。